丹波市立図書館は日本の兵庫県丹波市が設置している公立図書館の総称である。表情庁の丹波市立中央図書館を本館とし、他に丹波市の前身各町が設置していた町立図書館図書室を引き継いで設置された文館五館を有する。2004年に表情群の6町合併で、 丹波市が成立した時点で最大かつ図書館単独の施設を有していたのが1998年に開館した表情調律図書館のみだったため、同館を中央図書館に改称し他の5町が設置していた図書館、図書室を中央館の文館として束ねることになった。2014年、同じ丹波県民局館内の篠山市立、 中央図書館と丹波地区図書館連絡協議会を発足させて広域貸し出しの検討作業を実施し2017年4月1日から篠山市、西脇市、長来市、高郡高町及び京都府福知山市の居住者に対する広域貸し出しを開始した広域貸し出し対象となる市長の公立図書館では丹波笹山市立中央図書館のほか 西脇市図書館及び高町図書館、福知山市立図書館は、丹波市と個別に協定を結んで、それぞれの市長居住者を対象とする、相互貸し出しを実施しているが、将来市図書館では丹波市居住者への貸し出しを実施していない。また、兵庫県立図書館の蔵書もインターネットで予約して、各館の窓口で受け取りが可能となっている。丹波市立中央図書館は、 1998年に当時の表情庁が開館した表情調立図書館を前身とする。表情群内では初めて単立型の図書館として建設された同館は2004年の丹波市成立後、前身各庁が設置していた図書館、図書室を文館として束ねることになった。バリアフリー設計を施行した平屋建て1階の建物で出入り口付近の初夏を低くするなどの配慮が、 なされており、会館の翌年には、兵庫県が主催する第1回人間サイズのまちづくり賞で、福祉部門及びまちづくり活動部門賞を受賞した。中央図書館以外の五館は、住民センターや障害学習センターなどに併設された文館として扱われているが、全館とも図書館及び関連組織のための国際標準識別紙が付与されている。 丹波市立柏原図書館は柏原町の柏原住民センターに併設されている。丹波市立青垣図書館は青垣町の青垣住民センターに併設されている。丹波市立春日図書館は春日町の春日住民センターに併設されている。丹波市立三南図書館は三南町の三南住民センターに併設されている。田市立一図書館は1995年に 開館した市島町の障害学習施設、ライフピア市島に併設されている。蔵書数は、中央館に次いで2番目の規模だが、バス停は設けられておらず公共交通機関でのアクセスに難がある。丹波市立中央図書館に関するカテゴリー。ありがとうございます。